三崎駅は北海道室蘭市三崎町2丁目にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は M34。電報略号は三九1976年の三崎駅と日本成功所周囲約 1.5km 範囲。右上側に見える三崎駅裏から日本成功所の専用鉄道が分岐して工場構内を縦横に走る。 左側の菱形の不団が日通不団を、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語の絵差しに由来するという説がある。相対式ホーム2面2線を有する伏線区間の地上駅、転鉄機を持たない防線駅となっている。 線路東側の駅舎側ホームが上り1番線、対向側ホームが下り2番線となっている。互いのホームは両ホーム南側を結んだ、古戦橋で連絡している。かつては、単式ホーム、島式ホーム複合型の2面3線の配線であった。対向側のホームが島式で、西側に上下線共用で使用されていた、副本線の3番線が存在し、そこから、 駅構内西側の貨物線、付近の日通不動や日本成功所への専用線が分岐し、旅客よりも貨物の取り扱いをメインとする駅であった。原田勝正に相関という他ないと評されたこれら多数の貨物線、専用線は、共に遅くとも1993年までにすべて撤去された。また、ホームの先には氷炭畑が設けられていた。現在は、 無人駅となっている。駅舎は、校内の東側に位置し、短式ホーム中央部に接している。1989年地区の駅舎は、仙台の建物より規模が縮小されているが、装飾窓や、明かり窓、レトロな照明器具、備品として油絵も掲げられた、喫茶店を思わせる建物となっている。駅舎内にトイレを有する。またかつては、駅舎内に、 売店も存在し時点では営業中であった、閉店後その部分にはシャッターが降りている。2017年3月31日までは、駅前の商店で乗車券を販売する簡易委託駅となっていた。友人駅時代には、室蘭線発祥の地と記載された駅スタンプが存在した。その他、校内には、室蘭線発祥の地石踏みがある。1日の平均乗降人員は、 以下の通りである。ありがとうございます。